志田が競り勝って、ただセカンドボールはセレッソの木田、ボールを下げます。森下からのボールがつながって、山根、速いボール、米沢の前だ、さあ米沢抜きでシュート、ハットトリック、古巣秋田から米沢ハットトリック、今シーズン10得点目、2桁得点達成です。4対1、秋田の真瀬監督が後半の入り集中と話した。その立ち上がり後半の6分、秋田の勢いを沈める、またこのセレッソの鋭いカウンターです。完全に1対1を作り出して、米沢の落ち着いたシュートでした。